1919年エジプト革命は、サード・ザグルールが組織したワフド島によって展開された、エジプトを保護国としていたイギリスに対する独立、運動である。この革命により、1922年にエジプトは、独立を達成し、1923年には、新憲法が交付された。1918年11月11日、ヨーロッパにおいて、 第一次世界大戦が終結すると、サード・ザ・クルールを代表とする、反植民地活動家は、エジプトに駐在していた、レジナルド・ウィンゲート高等弁務官に対して、イギリスによる、エジプト支配の終了とパリで開催される、講和会議には、エジプト人も出席できるように要請した。しばらくして、独立を求める運動が組織されるようになり、支柱を埋め尽くすようになった。ただし、 この運動は暴力を伴うものではなく、市民的不服従の性格を帯びていた。ザクルールとワフド島は、エジプト中の町、村を訪れ、エジプトが完全に独立を達成するための請願書の署名を集めていった。イギリスは、ワフド島の支持を見るにつけ、社会的な不安を感じるようになり、1919年3月には、 ザクルールとその他二人の指導者を逮捕し、マルタへ流した。エジプト史の教授である、ジェームズ・ジャンカウスキーの言葉を借りれば、この結果は革命であったカイロでのデモ行動1919年3月8日、ザクルールの逮捕、マルタへの流罪を起因とする形で、エジプトで革命が勃発した。4月までの数週間の間、エジプトの随所で、デモンストレーションとストライキが起きた。 デモやストライキには、学生、公務員、商人、農民、労働者、イスラームやコプト性教会といった宗教の枠を超える、形での宗教指導者、さらに、女性が参加した。エジプトにおけるデモやストライキは日常生活を停止させ、また、少しずつ、暴力性を帯びていくようになった。イギリスの軍事施設、公共施設にまで、攻撃対象が広がっていった。 イギリスはエジプト情勢に鑑みて統治を放棄し、1922年2月22日、エジプトは独立を達成した。ワフド党は1923年に議員内閣制に基づく憲法を起草し、1924年、ザクルールはエジプトで最初の議員内閣制に基づく首相に就任した。とはいえ、エジプトの独立はあくまでも 形式的なものであり、イギリスの軍隊はエジプトに駐在し続けた。この暴動が終了するまでに、ニューヨークタイムスは800人以上のエジプト人が命を落とし、1600人以上が負傷したと報じている。ありがとうございます。